ね、大きな箱、小さな箱、まあ、ライブハウスいろいろありますけれども、まあ、大きな箱はね、結構私たちも、まあ、シャイグリラとかやりましたけど、年内とかももういっぱいで、もう来年までね、来年までいっぱいみたいですよ、スケジュールがいっぱいあって、まあ、かたやこういう小さな箱はと言いますと、まあ、レンタルを借りてくださる方だったりとか、あと出演者を集めるのにもやっぱ結構苦労をしているという話をやっぱ聞いて、なんて言うでしょう、ボイスファクトリーに出たから何かあるっていうライブハウスではないのですよ、ね、でもね、やっぱり今日こうやってね、沖縄からワットアトラスが来てくれました。ありがとうございます。君の夢が一つ生まれようとしてるんだね。思い重ねたどり着いた場所、やっぱライブで音楽で守ってくれたリスキーメロディーとして、リスキーメロディーのバンドの力でこれをなんとかしないと意味がないって思ってて、まあ、やっぱそれで恩返しをしたいし、その結局バンドの力がなんかこう本当に力つけてさ、いい曲作って、で自分たちの力でお客さんとかもいっぱいこう来てくれるように、みんなみたいな温かい人たちをいっぱいいっぱいいっぱい増やしていけるようになんないと、例えば今なんとかなったとしても絶対この先きっとここはなくなってしまう。だから来年もね、再来年もやっぱここで9周年10周年迎えたいんで、そう思うからなんとか頑張りたいです。